お母さん。じゃあ今日もお話ししてあげようね。広くて気持ちいいな。だろ、ポム。うん、そうだね。でもここは湖で海じゃないよ。あ、そうか。海よりいいものがあった。広い湖が一番だ。あんまり感じが出ないか。そのようだね。ちょっとお父さん。どうかしたのかい。ビクターが気分悪いみたい。船酔いかもしれない。しないだろう。ちっとも揺れてないもん。だったらきっと船アレルギーかなんかなんじゃないの。ちょっと家事を頼むよ、ポム。救急箱を持ってこよう。お父さんゆっくり行ってもいいからね。掃除って楽しいもん。ビクター、どうした。食べ過ぎたのかもしれないんだよ。お昼に。そういえば食べてたね。サンドイッチ4つにサラダにリンゴ3つにチョコレートだもん。それにジュースも5杯飲んだの。よし、じゃあ食べ過ぎに効く薬をあげようね。あ、そうだ、ポテトチップも4袋食べた。あ、それ以上言わなくていいよ。こっちまで気分が悪くなりそうだ。どうもありがとう。もう食べ過ぎたりしないよ。苦しくて凝りちゃった。うわぁ、うわぁ、一体何が。あなた、何だったの。何かにぶつかった。いや、何かがぶつかってきたようだ。それどんなものか見た。フローラ、橋に行くんじゃない。あなた、何だったの。よくわからないんだが、あれはオオウミヘビのように私には見えたんだろうな。今のオオウミヘビだったの。オオウミヘビですって。オオウミヘビだって。でもそんなことありえないでしょ。そのオオウミヘビってどんなのだった。なんというか、爪と牙とヌルヌルした鱗と尻尾が2つに分かれてた。火は吹いてなかった。コブはなかった。それとよく見えなかったんだよ。ねえアレクサンダー、オウムヘビなんてどこにもいやしないって。おじさんの冗談さ。それより早く帰ろう、お願いだから。ビクター、どうかしたの。お昼に食べ過ぎたんだ。ああ、また苦しくなってきた。わかった、ビクター、すぐ戻るとしよう。だけどオウムヘビはどうなるの。多分ラーキンの岩場に近づきすぎたから岩にぶつかったんだろう。あれはきっと見間違いだ。大波かでなければ丸太か何かさ。大波。でもお父さん、オウミヘビのはずないよね。でしょ。さあ、わからんな、ポム。オウミヘビなんているわけないよ。そんなの常識。僕のお父さんがオウミヘビを見たと言ったら本当に見たのさ。だろ、ポム。だろ、フローラ。そうよ。そんな、おじさんは働きすぎだよ。幻覚でも見たんだろ。ほら、ないものを見たってやつさ。ポム、言ってよ。お父さんは幻覚なんか見てないって。ポム。でもさ、オウミヘビがもしいるんだったら海にいるはずだと思うんだけどな。あそこは湖だったろ。そうさ、海にいるからオウミヘビだろ。湖のオヘビかもしれない。潮の嫌いなオオウミヘビかもしれないだろ。はん、湖にも海にもオオヘビなんていないよ。だったら明日の朝、もう一度みんなでラーキンの岩場へ行ってよく確かめてみたらどうかしら。賛成だね。ああ、いいよ、僕も行く。オオウミヘビなんか絶対いないってことをみんなに分からせてやる。夕ご飯食べに帰ろうと。腹減っちゃった。本当に何だったのかな。コーネリアス、確かに何かがいたんだよ。でも何だったんです、陛下。危険かどうか確かめといた方がいいな。他の者が見て変な噂が広がってもいかんし。友達のジャックと連絡が取れるかね。あの海底探検家の。もちろんですよ。ですが一体何を調べると言えばよろしいんで。彼には
なんと明日の朝湖に来てほしいと言ってくれ。それは伝えますが、何を調べると言えばいいんでしょう。大海蛇用だよ。ああ、大海蛇ですと。湖に海蛇。アレクサンダー、もう諦めたら。朝ごはんまでには帰りたいんだ。腹減った。そんな大声出したら大海蛇が出てこないじゃないか。まだそんなこと言ってんのかよ。もし大海蛇がいたとしても何も聞こえないさ。なぜそうだってわかるの。大海蛇には耳がないもん。誰だって知ってるよ。僕知らない。何も知らないだろ。大海蛇なんかいない。だから耳もあるわけないんだ。誰だって知ってるよ。僕は知らない。そりゃもう知ってる。どうして大海蛇のことそんなによく知ってるのさ。僕は本当じゃないもののことなら何だって分かってる。それが趣味だもん。趣味の悪い趣味ね。分かってるさ。あれ変だな。どうしたんだろう。急に曇っちゃってさ。話してることを全部聞いちゃったかも。あれは怪物だ、怪物なんだ。ああ、わかった。みんな落ち着いて。まだ大海蛇なのか怪物なのかはっきりとはわからないだろう。また戻ってきたぞ。潜水艦じゃないか。ほらね、はっきりわかるまでは騒いではいけないということですよ。いやー、これは皆さんおはよう。私の名はジャック・イブ・クルトン。ジャックと呼んでくださいな。これは潜水艇のリンボで、私と長年海底の神秘を探ってきた相棒なんだよ。海底の神秘？おお、海はまさしく神秘だ。いやー、ジャック。いや、しばらくだね、コーネリアス。また会えて嬉しいよ。お久しぶりです、陛下。で、調査に行くのは今日ですか？そう、行くのは今日だ。ジャックは有名な海底探検家でね。みんなも小さな魚と変わらんな。おちびちゃんは可愛い。いや、何、ほんの冗談だよ。つまんねえ冗談。まあまあ、よかったら後で私の潜水艇に乗せてあげようね。ああ、後でね。まずお父さんたちが調べてくるから、うちに帰って待ってなさい。つまんない。いいかい、あの生き物のことは誰にも言うんじゃないよ。まだはっきり何なのか確かめてないんだからね。ビクターは？うん、分かったよ、おじさん。言わないから心配しないで。約束だよ、忘れないで。大丈夫。さあ、それではどうぞリンボ号の中へ。早速神秘の世界を探る旅に出発するとしましょう。おお、小さい入り口だな。おお、いやはや。うん、分かったぞ。そりゃ怪物だ、マジル。怪物がいるんだ。ねえパパ、怪物じゃないってババールおじさんが。ババールは怪物が怖いもんだからそんなことを言ってるんだ。でも。だがこのわしは怖いものなど何もありません。さあビクター、一緒についてこい。湖にいるその大海蛇の怪物を今から捕まえに行こうじゃないか。でもパパ。ああ、ビクター心配するな。怪物だろうとなんだろうとわしがついてればなんてことはない。お記者様が会いたいとおっしゃってたのをお忘れなく。ああ、裏口から出て行った方がいいかもしれんな。潜水艇のリンボ号はクラゲのように流れに乗ってゆらゆらと漂いながら、恐怖の大海蛇を求めて湖の中をゆっくりと走り続けていた。深く潜れば潜るほど新米乗組員の2人の驚きは大きくなっていった。これほど美しい自然の宝物がいっぱいある水の世界を見るのは2人は初めてだったのだ。曇ってて何も見えん。ババール王もコーネリアスも驚きで口が聞けなかった。二人ともまるで石像のように黙ったまま、
辺り一帯に果てしなく広がっている水中の楽園の素晴らしい光景にすっかり心を奪われてしまったのである。おお、ジャック、リンボ号での我々の水中の旅は途方もない魅力に満ち溢れていた。ジャック、ちょっと。確かに辺りの景色は口では言えないほどの美しさだった。ジャック、あ、なんだい。我々はオウミヘビを見つけてもらうため君に来てもらったんだがね。だが我々にはオウミヘビを見つけるのは無理だね。オウミヘビがこっちを見つけるのを待つしかないってことだ。この窓は曇ってばかりって困るな。蛇のお出ましだ。コーネリアス、大丈夫かい。なんともないかね。はい、そう思いますが。湖の神秘を探ろうとすれば危険はつきもの。これぐらいのことで驚いていては調査なんてできませんよ。これはなんと、どうしたんだね。潜水艇を動かしている電源を切ったんだよ。これで我々は空っぽの貝殻のように静かに水の流れとともに動いていることになる。しかしなぜ潜水艇が音も立てないし光も出さなくなれば彼らも怖がらなくて済むと思ってね。彼ら？陛下、もう一匹いるのか。なんだ、子供じゃないか。子供でもかなりの大きさですね。しかしよく見ると結構かわいい。皆さん、もう何も心配することはありませんぞ。このラタックスが恐ろしいオウミヘビの怪物をものの見事にこの手で捕まえてご覧に入れます。そして湖を皆さんが家族と安心して遊べる場所にしてみせます。私がババールではなくこの私こそが本当の英雄であります。皆さんを救い湖にいる怪物を捕まえられるのはこの私を置いて他に誰もいません。わーい、いいぞー。ありがとう、ありがとう。大した人気だろ。捕まってろ、行くぞ。攻撃してきたわけが分かったよ。あれは母親で子供を守ろうとしていたんだ。そしてラーキンの岩場が住処だったわけだ。ああ、そのようだ。これは自然界どこへ行っても同じ。どんな動物でも親は子供を守るためなら自分の命を惜しんだりしないものだ。我々に手出しする気がないと分かればあのオウミヘビの親子もきっとおとなしくしているに違いない。いい眺めだ。だが戻ってみんなにもう心配ないと伝えなくてはな。向こうが怖がってたんだ。そして我々はすっかり親しくなったオウミヘビの親子に別れを告げたのだった。リンボ号は地上に戻る長い旅を開始した。ちょっと失礼しますよ。いやー、皆さんこんにちは。私はジャック・イブ・クルトン、そして潜水艇のリンボです。このリンボ号と私は長年海底の神秘を探ってきました。よろしければそのお話をしましょうか。は？あ、おっと、ああ、コーネリアス、あんたは出るときにいつもリンボーダンスをやるようだな。お父さん、コーネリアス、オウミヘビはいたの？いました、コブツキでね。コブツキ？そう、お母さんと可愛い赤ちゃんがいたんだよ。赤ちゃんがいたの？とてもおとなしい生き物でね、ちっとも怖がることはないんだ。でもさ、ラタックスがさっきオウミヘビを見つけに行ったよ。捕まえるって言ってたけど。これはまずいですね、やめさせなくては。お父さん、あれ見て。バカな、そんなことをしてはいかん。このラタックスはババールが恐れをなしてできなかったことを今見事に成し遂げました。ご覧の通り、このラタックスは恐ろしい怪物オウミヘビを捕まえてきたのです。この
ラタックさん、あんたはなんてことをしたんだ。それは怪物じゃない。それにまだ小さな赤ん坊じゃないか。その通りだ、ラタックス。あんたは赤ちゃんを捕まえたんだ。それはすぐ話してやることだな。このままでは死んでしまうぞ。赤ん坊？一体何を言っとるんだ。あれは間違いなく恐ろしい大海蛇の怪物だ。あっしが知らんと思ってるのか。どうだ、分かったろ。パパは怪物なんか怖くないんだぞ。見て、ビクター、これ怪物じゃないわ。まだ赤ちゃんよ。赤ちゃんだって？ねえ、ビクター、かわいいじゃないか。君が好きみたいだ。話してあげるようにお父さんに頼んで。このままで死んじゃうよ。パパに何かしろなんて言えないよ。だってパパなんだもん。じゃあ死んでしまってもいいの？何をわめいているんだ。大海蛇だったらわしがとっくに捕まえとるだろう。大丈夫だったかい？パパ、大丈夫だよ。そりゃよかった。あの怪物ども思っていた以上に危険な奴らだ。いいかね、ラタックス。あれは怪物なんかじゃない。それにちっとも危険じゃないんだ。母親が捕まった子供を取り戻しにやってきただけだ。ババール、お前あれが怖いんだろ。分かってるよ。だったら子供たちとここにいるがいいさ。わしがあの怪物の大海蛇どもを誰の手も借りず捕まえてきてやるよ。さあ行こう、ビクター。だけどパパ。お父さん、止めることできないの？陛下、潜水艇に早くお乗りください。ほらお父さん、急いで。ラタックスに大海蛇を捕まえさせないで。ラタックスはずっと先を行っとるぞ。これじゃ追いつけん。コーネリアス、そんなに心配しなくたって大丈夫。このリンボ号はね、これ自体が海底の神秘のうちの一つなんだよ。そう。何か見えるか、バジル？いえ、今のところはまだ何も。ねえパパ、あれは赤ちゃんなんだよ。いいか、ミクタ、あれは怪物だ。怪物の赤ん坊なんだ。赤ん坊だ。ああ、確かに。母親の方はどこかな？パパ、こんなことやめようね。お願い。いいか、おじけづいたと思われるだろう。とんでもない。ラタックスがいた。すぐそこだ。ジャック、浮上だ。赤ん坊のすぐ手前に出てくれ。ああ、それは明暗かもしれんな。潜水艦が見えます。真正面です、ラタックス様。全速力で前進。なんということだ。我々にぶつかる気か。まさか。そこまでバカはしないさ。そうだろ。パパ、やめて。ビクター！ ビクター！ ビクター！ ああ、よかった。なんともないか。ああ、パパ大丈夫だよ。ねえ、もうこんなことやめてくれる？ラタックス、分かったろ。大海蛇はおとなしい生き物なんだ。ただ子供を守ろうとしただけさ。昔ハンターが我々を捕まえに来た時のあの恐ろしい思いを忘れたのかね。わしはビクターに怖がってないことを見せたかったんだ。この子に自分の父親は強いと思っていて欲しかっただけだよ。やだなパパ、前から強いと思ってるさ。お前が落ちた時のあの気持ち、わしが大海蛇の赤ん坊を捕まえた時母親がどんな気持ちだったか今じゃよくわかるよ。そうなんだ、ラタックス。そのことを他のみんなにもきちんと分かってもらう必要があるんじゃないのかな。ああ、確かにその意見には賛成だ。今思ったんだが、サイとゾウの国で協力して湖のパトロールをしてはどうかな。そうすれば大海蛇も安心して暮らせるだろう。それは素晴らしい思いつきじゃありませんか。明暗ですよ。今リンボ号は
これまでで最も世の中のためになる水中の旅を始めようとしている。乗っているのはとても小さな乗客たちだ。突然色とりどりの魚たちの群れが彼らの見ている窓の外を通って泳ぎ去っていった。子供たちが息を呑んで見つめたのはストロベリーゼリークラゲの姿だった。それをピーナッツバター魚が追ってゆく。この2種類は仲が良く一緒にいるのがよく見られる。次に通っていったのはゴールデンロウソク魚たちの小さな群れだった。そしてその後フグが追いかけていった。みんな大笑いだ。この広い広い水の世界で今日誕生日を迎える魚はいっぱいいるだろう。私はこの海が子供たちにとってどんな意味を持つのかだんだん分かってきた気がした。彼らにとって海とは未来に向かって広がっている人生そのものなんだ。思いがけない危険や不安はあったとしてもたくさんの美しく素晴らしいものが彼らを待っている。それを探す気持ちさえあればきっと見つかるだろう。わー、ほらあそこ見て。最高の気分だよジャクさん。どうもありがとう。ね、いいだろう。案内できて私も嬉しいよ。海はいいね。本当に海はいいな。海だって？そうさポム、海はいい。ジャックさん、ここは湖だよ。ん？ということにしておこう。